サンティアゴ・ヘンティレッティは、アルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。アルバセテ・バロンピエ所属。ポジションはディフェンダー。2003年に、ヒムナシア・ラプラタとユース契約を交わし、2005年4月9日に行われたベレス・サルス・フィエリド戦で、トップチームデビューを果たした。チリのクラブへ2度のレンタルを経験し、最終的にヒムナシアで53試合に出場した。 2010年1月、アルヘンティノス・ジュニアーズへ移籍。16試合に出場し、2010クラウス裏での優勝を果たした。2011年8月13日にフランスリーグ1のスタッド・ブレストへ2年間のレンタル移籍を果たした。しかしブレストではレギュラーを獲得できず15試合の出場に止まり、2年間のレンタル契約を1年で終了することとなった。2012年、 サンロレンソへ移籍。ファブリッシュオ・フォンタニーニと CB のコンビを組み、2014、シーズンのコパリベルタドーレスでは、決勝で、パラグアイのクラブナシオナルを合計2から1で破り、クラブ史上初となる、コパリベルタドーレス優勝に貢献した。2014年8月、イタリアセリエ A の SS ラツィオへ移籍。2016年7月18日、ジェノア CFC へ移籍した。 2018年8月29日、セグンダ・ディビジオンのアルバセテ・バロンピエへ移籍した。ありがとうございます。